す。ああ、なんてことでしょう、アイナちゃん。こんなかわいそうな姿になってしまうなんて。まだベッドに寝転んだだけですけど。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、よし、次こそやね。はい、開いた、影村院。あ、ん？あの導きは、あ、敵ではない。なんか話しかけれそう。ペローン。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところでもひょっとびでございます。ここにもちょいちょい来るってことかな。いや、ワープは大丈夫。なんかこの音外鏡小さくない？気のせいか。妖怪クリニックへようこそ。妖怪が受付してる？カッチカッチ。お客さん運がいいですね。今ちょうど妖怪健康診断の無料サービス中なんですよ。健康診断がタダで？それはお得ですね。この導きたちの導きに従えば、病院のボスに会えるのだ。それがエナたちが探している怖い妖怪なのだ。影村院の院長って、ゾンビみたいなやつやっけ？うっそー！リュウ君が言うことが本当なら、この健康診断、受ける気ないですよ。こんなに怪しいのに。うっそー！何を言うんですか、エナちゃん。まあ、落書き、妖怪って書いてるかっこいいあれ。すべてを見通す水晶玉を持つリュウ君が言っているんだから、間違いありません。このまま悪い妖怪を放っておくつもりですか？そうじゃないけど。カチカチ。お話、終わりました？終わったら診察室一番に行ってください。ほら、急いでください、アイナちゃん。ウィス。いざとなったら私たちもいますし、大丈夫です。ウィス。嫌な予感がするな。診察室？普通に診察してくれるんかな？あれ多分さ、あれじゃない？やった、コマジロウの進化系じゃない？ね、診察室、あれ？これか。おったおった。どうも。身長を測りますよ。身長計の上に乗ってくださいね。はい。私なの？妖怪健康診断じゃなかったの？カッチカッチ。妖怪が健康診断をしてくれるってこと？それじゃあ身長を測りますよ。動かないでくださいね。絶対に背伸びしちゃいけませんよ。いいですか？絶対ですからね。ここはちょっと、しちゃダメと言われるとしたくなる。ダメ？おー、怒られた。今、かかとを上げましたね。ズレしちゃいましたね。えへ。絶対に背伸びしちゃいけないって言ったじゃないですか。お仕置きです。にゃーそういう感じ。戦いましょう。なるほどね。しちゃいけないってことをやったら戦闘になるってこと？あれ選択肢で変わるんかな？激流一戦。よしよし。勝利。ま、あっという間やけどね。弱いし。アイナちゃんでもあんなことをするんですね。しかし、このウィスパーの目をごまかすことはできませんでしたよ。アイラちゃんの身長は141センチです。ウィス。こんなこともあろうかと、かかとを上げる前に測っておきました。早。見てた？マジで？楽しそうだね、ウィスパー。私、昔から健康診断が好きなんです。ボディを診断される喜び。ああ、言い方。さて、次は何の検査をするんでしょう。でも私も、身体測定とか好きやってよ。身長伸びとるかなーみたいな。アイナ様、診察室2番においでください。ちょうどいいところにアナウンスが。診察室2番に行ってみましょう。行きますよ。診察してくれよった人殺したけど大丈夫。次は何の検査をするのか楽しみですね。ウィス。体重とかじゃない？診察室2番、こっち？一回外を通るのね。え、違う？あれ？違うな。必殺の秘伝書。一回外を通るんじゃなくって、あれか、一回出るのか、ここから。出て、いける？いや、いけないぞ。椅子が邪魔だな。どこだ？ここはさっき来たところ。
抜けるんかな。くるっと回るのか。あ、回る感じやね。あ、おったおった。視力検査。なんかバナナが書いてあるよ。プレーンリングを手に入れた。どうも。視力を測りますよ。準備はできましたか？オッケー。カチカチ。めっちゃ笑顔やん。かわいい、なんか。はい、それじゃあ視力検査を行います。今から絵を出すので、何の絵が見えたか言ってくださいね。これは何の絵ですか？これだけじゃ難しいかもしれませんね。ちょっとしたヒントをあげましょう。何がどう難しいのかがわからんけども。ヒントは果物です。そうでしょうね。それはバナナ、それはゴリラ。じゃあ今度は素直に言ってみよう。カチカチ。はい、その通り。バナナですね。これが見えるなんて、まるでゴリラ並みの視力ですね。ゴリラ並みに心がバナナを求めてるんでしょうね。なんだそれ、バカにしてるのか。てか、あんなデカデカとあったら普通に見えるやろ。え、そんなんじゃないよ。ゴリラ関係ないし。あれよ、うちの冷蔵庫の野菜室には結構常にバナナが入ってる。それじゃあ視力を測ったので、次はレントゲンを取りましょう。アナウンスに従って先に進んでください。アイナ様、2階レントゲン室においでください。お、戦闘なかったね。ずっとめっちゃ笑顔や。ねえ、この健康診断って本当に意味あるのかな？ちょっと！ん？何を言い出すんですか、アイナちゃん。自分の健康状態を知ること、それすなわち戦いの第一歩。ウィス。自分の体の状態を知ってこそ戦っていけるというものです。ウィス。戦うのは私じゃないんだけど。ウィス。確かに。さあ、そうと決まればレントゲン室へレッツゴー。だって妖怪ウォッチの場合はどう？ポケモンみたいにさ、なんか指示を出しよるわけでもないよね、多分。分からんけど。指示出しよるっていうことになるんかな。よし、2階へ。なんか妖怪たちが勝手に戦ってくれよりみたいな。何、打ちつけられとるやん、ここ。はっ、来ないでよー。君は誰？絶好調ですか？無地のお守り。さあ、これで出まーす。あ、ここレントゲン。レントゲンを撮りますよ。準備はできましたか？オッケー。多分知らんけど。レントゲンの準備って何？カチカチ。あれか、下着を外すとかそういう感じか。それじゃあレントゲンを撮りますよ。動かないでくださいね。大きく息を吸って、そのまま止めてください。はい。レントゲン最後に撮ったのっていつやったっけっていうぐらい昔じゃない、なんか。どう？お待たせしました。レントゲン写真ができましたよ。何これ、気持ち悪い。これがアイナさんの心臓の写真です。やだやだやだ、何これ、撮って。隅々までしっかり確認してくださいね。隅々まで見なくても、ど真ん中になんかすごいものが写ってます。どうですか、私ちゃんと撮れてました？おかしいよ。本当にそうですかね。自分の心臓を見たことありますか？それが絶対って言えます？信じられないんなら直接確かめてあげますよ。怖い。えぐり出される心臓。まさかさっきのレントゲンはトリック？当たり前だよ。何その驚き方。はあ、びっくりした。アイラちゃんが実は妖怪なんて落ちだったらどうしようかと思いました。それはそれで別にいいんじゃない、友達。さて、次は何を検査するんでしょうね。アイナ様、2階院長室においでください。お、院長室や。お、次はいよいよ院長検診ですね。何、院長検診って。行きますよ。健康だといいですね、アイナちゃん。2階よね、ここ。病院の院長室に行こう。向かいますか。あれ？こっちからかな。にゃ、誰君。功労士。そこに、はい、アイテム。ダンシングスターを手に入れた。おう、来た。速攻で避けれるかと思ったのに。
く、しかも起き上がってこない。びっくりした、これバナナかと思ったそんなわけない。え、なに、あ、こっちからか。ほうほう。んで抜けて、あれ、ん、人、人なの。ね、人座っとるよ。緑コイン。違うな。なに、上、あっこから行くのか。どうやって。こっちから。どこから。ここに入るのか。あ、で、こっから抜けれるってこと。銀のこけし。あ、こっから入れるんかな。ねえ、ほら、人間。ちょ、ぶつかってこないで。最高潮やった。モテマクール。かわいい。闇鏡。ちょっと待って。何が好きかな。来たよ、モテマクール。倒してモテマクールが近づいてきた。素晴らしかったよ。この僕に惚れさせるんだからね。はい、友達になります。モテマクールモテマクールと友達になった。見た目可愛いよね。はい、ニックネームはなしで。モテモテの進化系ってことやろ、多分。モテマクールの妖怪メダルを手に入れた。可愛い。妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。よし、どうも。ここから話せる？話せんかった。アイナさんですね。いくつか質問させてください。すごいまともそうな院長。最近よく眠れていますか？頭痛や吐き気はありませんか？うん。ありません。それじゃあ変なものが見えたりはしませんか？妖怪が見えてます。例えば妖怪とか。それはいけません。かなりお疲れのようですね。この病院にはうじゃうじゃいますけど。これは心を入れ替える必要がありますよ。手術の準備をしておきますので、すぐに1階の手術室まで来てください。取り憑かれとんかな、この人。てか、こんないいん、ねえ、廃墟みたいな感じやけど、おかしいよね、普通に。心を入れ替えるってどういうことかしら。気分をリフレッシュして元気になろう、ということじゃないですかね。いや、多分、読んで字のごとく、そのまんまじゃない、心臓を取り出すとかそういう。院長というくらいですし、何か手がかりを知っているかもしれませんよ。ここは素直に従っておきましょう。でも、手術って。私にお任せよ。大丈夫ですよ。いざとなったら、執事である方、執事であるこの私が助けに入りますからね。ウィース。全然任せれん。不安すぎる、それな。病院の手術室に行こう。よいしょ。あれ、こっちから出ていかんかった、あの先生。大経験値玉を手に入れた。こっちに出ていくとこなんかないやん。どういうことやねん。さあ、ちょっと1階の手術室って言ったよね。降りていきましょう。はい、1階。3階もあるんやね。崩れていけんようになっとるっぽいけど。手術室、手術室。これ手術室じゃないの？関係者以外立ち入り禁止。別の手術室ってこと？え？ベッド。ベッドに乗りますか？え？そういう感じ？怖ぁ！絶対嫌なんやけど、こんなとこで。ぐすん。はぁ、なんてことでしょう、アイナちゃん。こんなかわいそうな姿になってしまうなんて。まだベッドに寝転んだだけですけど。でも大丈夫ですよ。私がついていますからね。あ、動いた。え？何？はぁ、怖っ。あ、アイナちゃん。え？アイナちゃん、アイナちゃん。そんな姿のくせに通り抜けることもできないのか、ウィスパーは。うわぁ、来たよ、怖っ。どうも。アイナさん、さあ、手術台の上にどうぞ。え、絶対嫌やん。やっぱりこのおじさんが、リュウ君が言ってた病院のボス？あれ？ん？あ、ウィスパー？アイナさん、あなたはとっても危険な状態です。
このまま放っておくと大変なことになるでしょ。おお、なんか急激に怖くなった。破れかぶれ院長。さあ、手術に取り掛かりますよ。大丈夫です。痛いのは最初だけ。思ったよりでかいな、こいつ。心を抜き取ったらもう二度と痛い目に遭うこともないんですからね。うわぁ、キモー。キモー。破れかぶれ院長。狙えるとこある。心臓か、狙うところ。狙おう。これ絶対そうや。なんこれ、院長自体がなんか天敵みたいなものに繋がれとるやん。みんな容赦ないで。頑張ろう、頑張ろう。あのなんか画面の心臓の、え？あれはなんか連動してるかな？なんか下にもハートがあるぞ。何あれ？あれ別に狙えんよね。え、でもなんか赤い。お大事にー。シャレかー。ね、なんか狙えんこれ。あ、何？なんかわからんけど狙えた。ね、ここにもハートある。これ、なになになに、私の行動じゃないよね別に。ここにもハートある。これは関係ない。あ、ちょ、はい、来た。ちょい待って、からくり弁慶わざ出してこう。でも君ね、調理って低いんよね。てか強くないっすか、やばいね。カラクリマシンガン。あ、そうよ、狙うところちゃんと振動にしとこう。はい、これでじゃあネガブーン、いくぜ。大丈夫、どうしろ、ザメほうけないで。じゃあネガウェイで、ちょっとみんなお祓いもしていかんと。よっ、ほっほっ、みんな頑張って耐えて。あれ、クイージー使えんのや、技。よし、ああ間違えた。苦手だなこれ。あ、ハートが出てきた。なんかハート復活したよ。外で狙ってこーっと。あ、間違えた。それなんなんやろうね。別にこっちが回復しておるっぽい感じもないんやけど。お払いお払いお払い。あ、あっちもなんかハート復活した。何がどうなるんかよくわからんや。よいしょ。フォロー取られておかしくなった。ダメよ、おちゃんと。みんな頑張ろう。あ、旅がっぱ死んだんじゃない。あはー、くそー。え、やば。ちょ、待って、シシコマ。シシコマ。シシコマ。頑張って、人玉バースト。どうしろ、ザメ。いけ。ちょ、アイテムを使いたいです、私。むさぼりシャーク。アイテム、シシコマ。じゃあみんな頑張って。はい、振動、お払い、回せ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 。じゃあみんな取り憑かれないで頑張って。あとちょっと、あとちょっとよみんな。よし、行け。お払い完了で、ちょっとアイテムで、どこや、苦い漢方、旅がっぱ。お大事に来たー。やばい、これ全開じゃない。ほら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 。あ、やった、いけた。めっちゃギリギリやん、やば。超ギリギリね。あのハートなんやったんやろ。なんか、いまいち、あのハートを割った効果がよくわからんかったんやけど。なんかなっとった、あれ。ふぅー。3体レベルアップ。そんなバカな。私が子供なんかに。イカかもね、魔界議長様。イカかもね。
私としたことがうっかり見送ってしまいました。うっかりじゃねえわ。あ、リュウ君も来た。ウィッスー。どうなることかと思いましたが、無事にボスも倒せたようですね。ところで何か手がかりになりそうなことは分かりましたか？さっきの妖怪が消える前に誰かの名前を叫んだけど。なるほど。それは気になりますね。もしかしたらそれこそが一連の事件の真犯人妖怪かもしれません。なぜなら私の執事としての勘がそう言っているからです。ウィスパーの勘は当てにならないよ。まあ、みんなそう思うんじゃないかな。ウィスパーじゃなくても。な。お。あゆな。頭の上がなんだかモヤモヤするのだ。頭がモヤモヤじゃなく。水晶玉に何か映ってるよ。何かしら。これは何？イカかもね。なんちゃらかんちゃら。が映ってるってこと？見えないから早く見し、浮気も。まあこの、これはついに我々の時代が来たんじゃないか。思った感じと違った。皆さんこれで立ち上がってはいかがかな？もっと可愛いの想像しとったのに。まあこの、いかんともしがたい人間に我々の怒りを見せてやろうじゃないか。まあこのっていうのすごい邪魔。見せちゃいかん。口癖かな。え、この周りのあれもあいつの触手でかってか音声付きで見えるんやね。今のってどうやら人間界への侵攻を企む悪い妖怪たちがいるようですね。先ほどの院長もおそらくその一人だったのでしょう。このままだと人間界にも妖怪が溢れ出してきちゃうのだ。お、妖魔界に行く。これはリュウ君が人間界に来るときにリュウ君のお父さんが言ってたのだ。それを止めることができるのは妖怪と人間の友情パワーだけなのだ。いいことを言うじゃありませんか。妖怪ウォッチは妖怪と人間の心をつなぐためのもの。人間と妖怪、その両方の部屋を守るため、こちらも立ち上がろうではありませんか。ね、アイナちゃん。そうね。しかし、今日のところは一旦お家に帰りましょう。アイナちゃんもお疲れのようですしね。うん。そうだね。いろいろあったから疲れちゃった。私もアイナちゃんの応援をしていたら疲れてしまいました。え、ずっと外におっただけやろ。せっかくだから一緒に健康診断を受ければよかったですかね。というか私は妖怪が受けるものだと思ってたよ。かわいい、リュウくん、癒し。ほい、続く。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか影村イン結構私的に可愛い感じの妖怪がすごい多かったんやけど、あこは普段から妖怪がうろうろしとってレベル上げとかに使えるってことかなね。一応あの雲外鏡もおったし。